柴田和弊は、おしゃれで癒しな、ポップ系ユニットストラタスフィア・ストラトスフィア隊として、活動していた人物。現在は、グループも解散し、音楽活動は行っていない。平成20年度山形大学元気プロジェクトに、採択され、公式イメージソング、夢のかけらを制作プロデュースを行っていた。2010年、山形鉄道株式会社の応援ソングタイアップ曲。 フラワーの制作をきっかけに、おしゃれで癒やしな、ポップ系ユニットストラタスフィアストラトスフィアを結成し、活動を開始。同年5月15日に、ストラトスフィア初の1ショートトンシングル、シード、8月28日セカンドシングル、ラブを、ニューエイジレコーズより発売。2011年3月16日ウェブ版、限定シングル、ビタースイートをリリース。 2012年5月16日にストラタスフィアとしては初となるファーストアルバム愛 o ストフィーレコーズより全国リリース。現在は廃盤となっている。平成24年度山形元気プロジェクトサポート団体として山形ブランドサクランボ等の山形特産物のイメージソングを制作し PR 活動を行っていた。ありがとうございます。